や全然自分なんていつでも会えますよ。東京に来てくれたら全然いつでも会えるんで全然大丈夫です。一番受けているジャンル、あ、でも結構ソウルと R&B かもしれないですね。あと90年代とかかな。なんかDJ をずっとやってたんで現場で結構全部の年代は影響を受けてるんですけど、なんかかっこいい音楽はずっと聴いてた感じですかね。自分がかっこいいと思えば絶対かっこいいと思ってたんで、だそういうそのかっこいいアーティストトラックを作るみたいな感じのイメージかもしれないですね。年代っつったらでも全部とはちょっと難しいですね。なんだろうな、なんか自分の中でこうかっこいいアルバムとかいくつかあるじゃないですか。その中でこうその好きなアルバムの楽曲を作るみたいなイメージなのかな。ごめんなさい、ちょっとうまく質問が答えられなくて。
あ、よかったです。理解できてよかったです。でもなんかこう、いいとこ取りみたいな。全部の 100% の完成度の曲か、なんかはないと思うんで、なんかその、アルバムのいいとことか、なんか自分が得たいものをどん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 吸収して、それを自分の中で消化して、作っていくみたいな。で、やっぱ自分しか出せないものを作り出すみたいな。そんな感じじゃないですかね。まあなんか自分の理想のトラックをバンバン聞いていたら、なるべくそれに近づくようにこうイメージもだんだん湧いてくるんで、そうやっていった方がなんかいいんじゃないですかね。でもまあ YouTube とかたくさん今情報あるんで、そういうのも見てみたりとか、コミュニケーション取りに行くよりかは、なんかそういう情報バン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 得て、知識にして実践してみたりとか、なんかそういうのが早い気がします。ぜひぜひ。